Welcome back. Let's go into the next chapter. Or thing. The next part. だからどうしてついてくるの？何を言ってるの？バルカの小せがれのくせして神様をもてなさないつもり。いや、君が神様なんて信じられないか。どうしてだ？私はバールと名乗ったぞ。お前たちが信仰する神々の。まあそうなんだけど。なんだ、はっきり言え。君は普通の女の子にしか見えないから。普通か、ほほほ、そう言われても仕方ないか。Okay, what's gonna happen? わらわ、神殿にして城壁、お前たちの家、黄金の実りをもた。まさか、あなたは。そう、我こそがバール。お前たちの霊落した神だ。君が僕たちの神。あ、フラッシュバック。お前の女神だ。お前が呼んだのだからな。僕が。ありがたく思うがいい。私はバールの神様の中でもとびっきりだ。バルト、それが君の名。人間風情が気安く読むでない。でもまあ、お前は私にとっては大切な。タルト。あー、シャイ様。なんだそのぎこちな呼び方は。今一つ。じゃあどう呼べばいいんだよ。もうおい、タルトだおい。名前のこと。ハミルカルだと。それはそんなにおかしいかな。いや、ぴったりだと思って。ん？ Oh, yes, that again. ハミルカル。とても、とても古いの。知っているか。もともとその名はハブド・メルカルトから転じた名。僕の家には珍しくない名前だよ。そう、バルカ家にはよくある名前だった。強き力を持つ子供に。そうか、お前は再びバルカ家の末に生まれたのか。そして、よし、わかった。助けてやろう。どうして欲しいって言われても。傷だらけだったな。早速癒してやろう。君、魔法が使えるの？お前、バルカの小せがれのくせに女神の力を疑うのか？急にそんなこと言われても。まあ良いわ。イニシエの魔法を。その時光に包まれる私に驚くがいい。 What now? 大地の女神の力よ、母なる女神の力よ、ここに集えて愛しい子らを癒せ。魔法は発動して。どうだ、見違えるように。あれれ、全然治ってない。ひょっとして今ので終わり？そんなわけあるか。癒せ癒せ癒せ。何も起こらないね。ありがとう。ちょっと気休めはよせ。とっこら、どこへ行く？暗くなる前に家に帰るよ。じゃあね。どこの子かは知らないけど、この辺りは物騒だから早く帰った方がいいよ。待て。
Sheesh, 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 sheesh.魔法が使えねば女神など、ただの小娘か。僕も同じだよ。魔法なんか全然使えないし。バルカも小せがれが最も使えないバルカ家は我らの最も近しいしもべではないか。古の魔術の火<笑>それが全然ダメなんだ。魔法とか苦手でね。才能もやる気もないって先生からいつも呆れられてる。 魔法に限らず剣も苦手だ。度胸もなければ帝国から。ジーズ。脳なしのバカ殿様って太鼓判を。なんと剣も使えんのか。呆れたかい。僕はバルカ家の出来損ないなんだよ。僕の父はヒスパニアの総督だったんだけど、僕が小さい頃、ああ別に帝国軍に盾つこうとか。 父親の仇を取ろうとか、これ生きてるだけで滅獣だと思うからね。バルカ家は誇り高い部門の家だったと思うわ。誇り？怒り？<笑>でも周りが黙っておる前、父の仇を討たず帝国に従うお前を周りの者たちはどう見る？帝国にはあざけられ、村のみんなは失望してるかな。笑い者にされるのは楽しいのか？ さあね、もうどうでもよくなったよ。君も笑うといいよ。そういうのは。そうか、大体の事情は分かった。魔法も剣も。僕を笑わないの？満ち足りているやつはほっといても幸せだからつまらん。だけど満ち足りていないやつを幸せにする。やりがいね。まあ、ちょっとくらい出来が悪くても気に病む必要はないぞ。 偉大すぎる女神様から見れば人間の出来不出来なんか誤差みたいなものだ。こら、私を笑い物にしていいとは言っていない。これは失礼しました。まだ笑っておるだろう。でもさっきよりは楽しそうな顔をしているな。それはどうも。ところでもう一つだけ聞いていいか。いいけど。お前。 戦は好き。魔法も剣も苦手だからね。好きになりようがないよ。バルカの男としては失格だな。そうだね。戦が嫌だ、怖いって言うと臆病者だ。ことごとく皆の期待を裏切ってしまっているわけか。君は。だから女神様だと言っておろう。はいはい。 女神様、女神様。ところで、お前ようやく下辺らしいことを言ったな。よし、そこまで言うなら仕方ない。世話になってやろう。せいぜいもてなすがよい。女神様を迎え入れるには、とて。何？お前さえあれば、私はどこでだって。あ、いや、今のは言葉のあやだ。そもそも。 私はお前の女神様だから、お前の世話をする。はいはい。で、時にお腹が減るというのはどんなか。さっきからお腹のあたりが寂しいような、切ないような。おかしなことを聞くんだね。多分。そうか、ならばごちそうになる。お腹が減ることも知らないなんて。 よっぽど豊かな家で育ったの。何をぶつぶつと言っておる。じゃあこれ。わあ、見たことある。夏目足の実だ。よく祭壇に備えてある。祭壇？ああ、バール神殿の祭壇ではよく。じゃあいただきます。どうかな。ん？どうしたの？ 何も味がせん。地上の食べ物。そんなはずは。かも。まったく。She swallowed the whole thing. その夏目足は。歯で噛みつぶすわけか。どう。
君、甘いのが好きなんだ。嫌いではないぞ。じゃあ、これをどうぞ。なんじゃこれ。黄金色をしておる。ポイゾン？ああ、神って、そんな立派なものじゃないよ。これは、蜂蜜。おお、蜂蜜か。知ってるぞ。よく供え物にあった。蜂蜜も食べたことないの？君って神の住まいからに決まっておろうが。そんなことよりどうやって食すのだ。そうだね、夏目足を浸して食べてみるといいよ。これを浸して引き上げたらすぐに口に入れるといい。こうか。よかったらみんな食べるといいよ。僕は外で休んでるから。変わった子だな。そんなことあるわけないのに。でももし本当だったとしたら、いや、信じるわけにはいかない。これが帝国の罠じゃないって保証はどこにもないんだ。おーい、ハミル、どこだ。ここにいるよ。あ、そこか。すぐに行く。待っておれ。ああ、そんなに走らなくても。合格だ、ハミル。え、私のしもべとして、バールの祭司として申し分のない給仕であった。もてなしと十分な食事を褒めて使わす。これはどうも。でもそんなに急ぐようなことでも。お前は私を幸せにした。誰かを幸せに。君って意外に義理がたいんだね。意外とはなんだ。しもべは褒めて育てるのが神様の流儀だと教わったのだ。ああ、なるほどね。腹が朽ちくなるというのか。とても良い気持ちだな。地上のものはいかほど眠るのか。今、夜空のてっぺんにある星が沈む、ほんのわずかの間だな。ならば私もお前と同じくらい眠ることにしよう。僕と一緒に起きようってこと？だったら気にし。そうか。ならば容赦はせん。叩き起こしてやろう。眠るのなら部屋の中に電気があるよ。使ったらいい。お前はどうするのか？正直、今の季節はあんま外で眠れるときは。できるだけ外で眠る。ああ、それは珍しいな。どうしてだ？こういうことを言うと軟弱者扱いされるんだけど。風で草木の揺れる音や虫の鳴く声を聞きながら眠ると。どうしてそれを。神様はみんなお見通しなのだよ。お前のことなど全部わかって。ああ、すっかり忘れておった。お前に命じねばならぬことがあったのだ。何かな。お前帰ってから何も食べていないだろう。さ、きちんと当分してここに来たのはお前のもてなしに感謝し、夕食を分け合い、そして忠実。それはご丁寧に。私は決して冷酷な主人ではないぞ。慈悲や。ありがとう、タルト。でもごめん、食べたいのは山々なんだけど、君に会う前に頑張って一個食べたんだけど、あと体の方もキスだらけだから横になって眠る。ここで休んでるのが精一杯って感じなんだ。そうか。結局私はお前に何もし、私が治癒魔法を使えぬから、お前は傷が癒えず
何も食えず。君のせいじゃないよ。さあ、何か私にできることは。そうだ、ハミル。うん。今すぐ横になれ。無理だって言ったじゃないか。さすがに地面は痛すぎ。誰が地面だと言った。私が膝枕をしてやろうというのだ。多少はマシであろう。Oh. だけど、君はどうするの？女神様を舐めるの？膝枕をしながらでも十二分に眠ってみせるわ。ありがとう。気持ちだけ。このそんな上っ面の社交辞令で、これは決定事項だ。しもべの貴様に断る権利などない。逆らうというのどこが癒しの女神なんだよ。私は戦いの女神でもあるとさっき言っただろ。まあいいけど。すぐにやめていいからね。横になれ。私。じゃあ、一緒。具合はどうだ？背中が痛い。男が弱音を吐くの？具合を聞いたのは君じゃないか。男が細かいことを言うの。なんて理不尽だ。ちょっと待ってるよ。うん、安静にしているがいい。初めてだというのに、人間は、そして私の不思議。君は変なことばかり。所詮奇跡の一つも起こせぬのなら、女神といったところで無意味か。君もバカの仲間入りか。少し嬉しいな。本当綺麗な夜だ。どうしてみんな穏やかに生きていけないのかな。戦いなんかすればたくさん死んでしまうのに、何度考えても僕にはわからないよ。まあどっちでもいいよ。答えが見つからないのは僕がバカなせいだろうからね。お前は変わらないな。いつだって一人で悩みを抱え込んで傷ついている。弱虫が弱音を吐いただけだよ。お前が抱えている悩みは私の手に余るかもしれない。悩みを背負う行動を共にしてやると言っているのだ。お前さてと、とりあえずはその傷だらけの心と体を少しでも癒してやりたいところだな。ありがとう。もう十分休まったよ。うん、嘘をつくな。本当は痛くてたまらぬくせに。ヒヒヒヒヒ。何となら一緒に踊ることもできようが。聞くって何を。せめてお前のために歌おう。慈しみの歌だ。少しでも心が安らぐ。優しくて懐かしい歌だね。ずっと昔どこかで。Yeah, a song that was completely made up. Made of one word.眠るまで歌っていてやる。これは
私が母様から習った歌だ。そうなんだ。ありがとう。今はゆっくりと休むがよい。うん。Okay. Okay. Oh, yo. Usagi どもはすべて集った。闇にも。ならば。唱えるがいい。ノウサギどもよ。身の証を立てよ。我らはキスマニアの剣、バルナゾーン。帝国の暴虐を憎み、祖国の独立を望む者なり。バルカ家に忠誠を誓い、帝国にまつわる者なり。今は地下に潜むノウサギなれど、反逆の心をいざかも衰えず、愚かしい帝国に死を、美しい祖国に平和を。はあ。その熱き思い、聞き届けました。あなた方は確かに同志。うん。彼らこそ、バルカ家二代に仕える古参家。信用のおける素晴らしい。まさにバルカ島の中枢がここに揃ったわけですね。ちなみに本日はバルカの古参兵諸君だけではなく、若き新参者も来ており。異議なし。問題ない。では早速この新参者に働いてもらいましょう。構わん、話せ。まずは何者なのか我らに語るがいい。え、あ、俺カデメアの学生だぜ。ディオンってんだ。昨日よ、労働奉仕中に母ちゃんが殺されかかってさ、もう頭きたっていうか、許せえっつうの帝国。お調子者が威勢のいいことを言っておるが、今日この日までお前さんは何をしとった？自分の身に火の粉が降りかかるまではずっと傍観しておったんだろう。なんだと？てめえらふざけんなよ。俺が帝国相手にビビる。新参者は身の程をわきまえるように。それにどうか古参の方々もこれ以上はお控えください。我らは、うん、まあこいつも数のうちか。では帝国の動向についてお願いします。俺が報告するんだよな。わかった。ヒスパニア全土の同志たちから最近帝国軍の動きがおかしいって報告が。というわけで俺なりに報告をまとめてみたんだ。まずは今月に入ってから一般市民に対する帝国兵の兵隊に給料が払われてないのだろう。足りない給料はヒスパニアの。そういうこと。もともと給料の未払いは珍しいことじゃなかったんだが、最近はそれがずっと続いて。そういうわけで帝国は兵の不満を解消するために市民への略奪。帝国軍が聞いて呆れる。市民を守らずして何が軍人か。それでは強盗。さらに悪いことに徴税人による市民への無理な税金の取り立ても横行している。全財産を没収され奴隷として叩き売られた市民はこの7年で一番多い。これを新参者のあなたはどう思う？なんだかよくわかんないけど、後のことはどうでもいい。絞り取るだけ取ってとんずらしちまえって感じがする。良い視点ですね。では私の方からも、ヒスパニア各地すべて廃校になるようです。ここも含めてね。え、学校がなくなっちゃうのか？まさか各地の反乱軍の拠点であることは
発覚。さあ、それはどうでしょうね。前から目はつけられていたでしょうが。では、なぜ閉鎖されるの。我らへの挑発なのかもしれませんが、何よりも今後のヒスパニアには学校の…ハッシュデルゴルで7年が過ぎた。そしてこの… Well, that would make some sense. バール大祭が始まる。バール大祭はヒスパニアに住む人々にとっては非常に大切な祭りです。だからこそ帝国はこの祭りを進化して大幅に政策を転換するつもりだと。重大な発表があると。おそらくは新たな世界の秩序が発表されるということ。確かに異常な状態に置かれていたな。帝国軍の駐留がこれほど。おいおい、話が見えないんだけど、つまりどういうことなのか順序立ててよ。そうですね、最初から順を追って説明しましょう。古参の皆さんも我らの状況を今一度確認してください。イスパニアは Shit went down, now there's… ご存知の通り、三方を海に囲む他の国とは接しておらず、陸続きの国境線というものがありません。つまり退去して攻め寄せる蛮族などは周囲に存在せず、帝国軍の駐留は原則的に必要とはしないのです。だが現実は正反対というの。ええ、そうです。必要もないのに、ヒスパニアは危険地域の認定を受け、多くの帝国軍が駐留。だがそれは言えなきことではない。7年前にヒス、ええ、当時のヒスパニア総督ハッシュドゥルバル様は神聖と、それ以来帝国に反逆した地域としてヒスパニアはひどい扱いを受け、見せしめにされ、それに不満がありありなのがバルカ島ってわけだな。ええ、そういうことです。ここまでの状況は皆さんも異論のないことだと思いますが、私は今回のバール大祭を機に帝国、さすがに7年もの懲罰は長すぎる。ならばやはりバール大祭での恩赦が発表されるということか。ヒスパニアより兵を引き上げ、税の負担を減らすことで帝国はヒスパニアを許したことを公にし、常識的に考えればそうなるはずです。何にせよ政情は不安定だ。どう転がるかわからん。先代の皇帝陛下が亡くなられてまだ日も浅い。国内の混乱は厳しい締め。まあ、ここヒスパニアも火種みたいなもんだがな。ルツボと言わんか。真っ赤に溶けた鉄が逃げたぎるルツボだとな。違いねえ。強圧的な締め付けにも限度があります。この辺りで一度締め付けを緩め、実際、辺境のアルビオン島で起こった反乱は、結局は鎮圧に失敗し、帝国はあの島を放棄せざるを得なかった。これは皆さんもよく知るところでしょう。ええ、もちろんだと。あれで辺境の奴らみんな勢いづいちまった。あ、俺たちもそうなんだ。おそらく神聖帝国は国内の安定化のために辺境全域に対、普通に考えるならそれは帝国軍の撤退であり労役の削減であり、そう、うまくいくものかな。あの帝国が、まさかの。少なくとも、事態の推移を見守らねばなりません。いいです、帝国兵の横暴に抗議し、徴税人や大官たちの不正を暴き、このような小さな積み重ねが、やがて帝国との交渉を有利に。まあ、帝国に期待はせんがな。粛々と今回のバール大祭。バルカ島は有事に備え、そしてヒスパニア各地のバルカ島市民、何かあれば一斉に放棄。構いません。ですが一斉放棄は最後の手段です。現状戦わず帝国の妥協を待てば普通の族州と同等の待遇を得られる。ふっ、まどろっこしい。まったくだ、ハミル様さえその気。そ
さおうとも、ハミル様が一言をし、我らはバルカ家に剣を捧げた身、ただ一言、たおうとも、我らはかつてハミル様のお父上を、はし、もしもハミル様が死ねとおっしゃるのなら、ハミル様が死に場所を与えて、ハミル様はどうされている、ハミル様はこの皆様方、少し落ち着いてください。ハミル様の言動についてはそれは帝国側も同様だろうな。わしもハミル様の真意、ハミル様の行動についても君から報告してくれる。え、あ、俺あちょっと気をされたっていうか、俺なんかが喋っていいのかって空気だけど。気にせずに話してください。まああの時は俺もバルカ党員じゃないし、一緒にいたってだけで全部見てたわけじゃないけど、ハミルは無礼であるぞ。この場ではお前の学友ではない。ケチつきやがって。まあいいや。ハミル様の、分かってると思うけど、帝国がどうとか政治がどうとかみたいなのは一切口にしてないぜ。そうか、がっかりすんなって。基本頭の中がお花畑なや。貴様、ハミル様を愚弄する気だ。まあまあ、彼は思ったことを素直に言っただけですよ。それで昼間に居眠りをしてむち打ち5回、午後に石材の山を崩してむち打ち50回食らってた。30回のあたりで気絶、夕方になって帝国兵は労働奉仕を終了。ハミル様を気遣って帰宅を引き延ばしていた村人たち、この時点でハミル様についてた帝国の見張りも帰宅。その後意識を取り戻したハミル様は、その村人から差し入れの蜂蜜とナツメ。ちょっとそこで止めてください。この日の労働奉仕には君も参加してたってことですよね。ああそうだぜ。村人の差し入れが気になります。この貧乏な村としてはかなりの貴重品ですね。あ、それはうちの母ちゃんがお礼にって。お礼？母ちゃん、石の飾り物を落っことして壊して帝国兵のムチ打ちを食らいそうになったんだ。そん時にあいつが偶然石の山を崩すドジやったせいでうやむやになったんだ。俺も危うくムチ打たれるところでさ、あれはほんとやばかったぜ。それって本当に偶然なんでしょうか？偶然でしょう。どう考えても割に合わない。確かにそうですね。何をうだうだと。その先、この先は知らないぜ。俺も帰ったからな。なんじゃと。まあまあ、この時点で彼はまだバルカ島に入っていなかった。別のバルカ島員による報告もありますので、私が読み上げましょう。と言って、その後、円形神殿の遺跡前で見かけぬ少女と接触。しばらく話した後、へえ、あいつ意外とモテるんだな。口を慎め小僧。我らはハミル様の私生活を笑うために監視。いや、しかし。なかなか興味深い少女なのですよ。お前まで一体何が興味深いのか。見かけぬ顔だからか。ええ、そうですね。ですがこの村に来る者は我らの同志によって逐一報告されています。村ざだったらどこの村の少女かはすぐわかるだろう。ええ、そのはずなんですが、おかしなことに彼女のように。何だと。そうです、どの村境も越えていないとしたら、一体彼女はどこからやってきたのでしょうね。はあ、ようやく終わったぜ。緊張したな。でもまあ、これで俺もバルカ島の連中に認められたってことだな。さてと、帰るとすっか。くれぐれも帝国に見つからぬよう帰ってくださいよ。なあ
エネアデスにモノマク、いつからいたんだよ。まだ新参者ですね。バルカ党員の名を安易に呼んではいけま。我らの気配に気づかぬとは、まだまだ甘い。緊張感が足りんな。慎重に振る舞い、くれぐれも無茶な行動は避けてください。明日の任務は分かっていますね。ハミル君の近くに控え、何かことが起こったら。なあ、分かってるよ。あいつが帝国兵にやられそうになったら、俺がバシッと出て行って助けてやるよ。勇敢と無謀は違います。もしそのような事態になったら、すぐにバルカ島の誰かに報告してください。なあ、俺が使えねえって言ってんのか。そもそも新参者の小僧に戦闘要員など期待しておらん。バカにしてんじゃねえよ。俺だって戦えるってんだよ。俺の弓にかかれば暴れイノシシだってイチコロだぜ。ほう、それはすごい。意外な才能があるものですね。では見せてもらおうか、その弓の腕前とやら。え？明日の早朝、我らの鍛錬に付き合うがいい。何？ハミル君の方はその後からでも十分間に合いますからね。君の腕前、楽しみにしていますよ。マジで？遅い！何をやっておるか。他の者はすでに集合しておるぞ。本当にこれから鍛錬するのかよ。まだ夜が明けたばっかりじゃねえか。朝。貴様は暴れイノシシを一撃で倒す腕前なのであろう。あのセリフは。そんなことあるわけねえだろ。俺様にかかればイノシシ。ほうほう。でもほら、イノシシなんてどこにもいないみたいだし、今日のところは。おお、ちょうどいいところにイノシシが来よった。ほれ、早く行かんか。ちょ、おい、くそ、俺だって本当にイノシシごときに負けはしねえんだよ。見てろ、このイノシシ野郎め。なんだそのへっぴり腰は。うるせえよ、黙って見てろよ。どこを狙っておるか。イノシシは一歩も動いてはおらんぞ。笑うんじゃねえ。今のはちょっと手元が狂っただけで。大物を狙うのは初めてか。せいぜいノウサギを狩るのが精一杯といった。まあ分かってはいましたけど。くそ、君は矢をつがえるときに肩に力が入りすぎ。はあ、でも力を入れないと弓が引けねえじゃねえか。そんなことはありません。弓は腕じゃなけりゃどうやって引くんだよ。まずは下半身を安定させ、さらに腹筋に力を入れ、そうすれば腕の力だけに頼らずとも軽く引くこと。そうなのか。さあ、もう一度やってごらんなさい。こんな感じか。そうです。相手を狙うときは体の中心軸を狙って。おお、やった、やったぜ。お見事です。どうだ、俺様の必殺の一撃を見たかよ。He acts likethe one guy from Clannad. The one that's too Oh no, more of them.我らも鍛錬を始める。
Oh, Sunohara. Yeah, that's his name. Reminds me of Sunohara. Let's take it. Oh, okay. Okay, so the four basic elements. And they cancel each other out. It's probably to the right. Ayus to the left. Okay. Okay. Wait, that's fire, right? Ooh, yes. You can attack two spots ahead. At least two spots ahead. Yep, Okay, I think maybe friendly fire is on in this game. I'm not 100% certain on that one. Oh. So it's kind of like Fire Emblem. Yep. Fail, okay. Essentially, yeah. Oh, I can. Okay. Suspend would be to end and to save. That's fine.
大20巻き戻しを使用するにあたって2点の1点目は当たらなかった攻撃を巻き戻して全く同じ条件下で2点目は巻き戻しの巻き戻しは cannot rewind a rewind 6ターン目で巻き戻しを使用し3ターン以上を使用して巻き戻しコマンドを活用しましょう。No, can't. Okay. Chain stop を使った連続攻撃、戦いを重ねるほど戦闘に参加。その総量はチェーンストップとして表され、十分に溜まる。攻撃時に表示される円が消えないうちに丸ボタンを押してください。うまくタイミング、スキルレベルの成長に合わせて、より多く、より強い攻撃を重ねられるようになります。Okay. 魔法の特殊攻撃、チェーンストックの溜まった状態で魔法を選択する際に四角ボタンを効果に増したり範囲が広がったり移動直後に魔法を発動させることができたりします。これをブースト魔法と呼びます。Oh, okay. Ew. Okay, so that means I should be able to... No. To this... this. Dang it. Okay. Oh, nice. Oh yeah, I'm ready. Ah! Could have done like 20. Oh, well, whatever. Oh, 777. Alright, so I'm going to go ahead and save here, and next time we will continue onwards
from the this point with the next chapter. Let's see. I'm still in. Oh, next. I guess next part of chapter one. But until next time, folks. Goodbye.